尽くし人はみかこもらんと志したまえり、右近はさしも思わざりけれど、かかるついでにのどかに聞こえ,てん,あ聞聞こえんとて、こもるべきよし、大徳を呼びて言う。みやかし文など書き,きたる心映えなど、さようの人はくだくだしゅうわきまえければ、常のことにて、例の藤原のるり気味というが、おんために立てまつる。 よく祈り申したまえ、その人、このごろ見立立祭り入れたる、その願も果たしたて祭るべし、というお聞くも哀れなり、奉仕いと賢きことかな、たゆみなく祈り申しはべるしるしにこそはべれ、という、いと騒がしゅうよしとよ、おこのなり。で この長谷川野に3日おこもりしようと前々から志してやってきている右近はそれほどにもとそれほどには思っていなかったけれどもしかしその話を聞いて、まあ、こんなついでにこんなことのついでに、えー、少し心のどかに 仏様にお祈り申し上げようというので、えー、火を伸ばして参浪するよしをお坊さんに、えー、大徳を読んでそして行、えー、ったつまり右近のなじみの お坊さんですから、顔が聞くわけで、ウコンが言えば、すぐその通りにしてくれるわけですね。うん、徳子人の方の頼ってきた大徳とは、だいぶ格が違う感じなんですね。えー、見明かし文など、書き足る心場へ 仏への願仏にお願い申す願文など書き連ねたその思いのほどなどこの大徳のような人は細々とわきまえているからして。 それを改めてしたためることなどもしょっちゅうのことでやって。で右近が願いのほど言うわけですね。例の藤原のルリ璃ミというが御恩のために奉る。前々から私がお願いしているあの藤原瑠璃君様のために願、えー、門を奉ります。 これはコンがあの願いをかける時に言っていた名前なんでしょう。う藤原瑠璃君様のために私は祈っているんだというふうなことで我慢、えー、を書かせていたわけでしょうね、今もでも。瑠璃君なんて綺麗な言葉ですが。そして藤原のルリ 藤原氏の瑠璃君様というふうにして、えー、この八甲な姫君のことを祈っていたこれもここで初めて出てくる言葉です名前ですよく祈り申したまえどうぞよく観音様にお祈り申してくださいな 実はその人この頃なん御立て祭り入れたるその長い願いの方にこの頃やっと出会うことができましたその願果たしたて祭るべし願いをお聞き届けてださいましたそのお礼をいたしますはずでございます。 というのを聞いて。いうの聞くも哀れなりけり。聞くも哀れなりけりというその聞いている人。というのは。玉桂の一行の人たちというつもりでしょうね。うん。右がそう言っているのを。そばで。 玉桂の一行が聞いているのもしみじみと思いしむことであった奉仕はいと賢こいことかな頼みなく祈り申しはべるしるしにこそはべれというのはなかなかしたたかものですからたっぷりどうぞ観音様にお礼なさいませ まあ、周り回って自分の方へ大体来るわけでしょうけれどもうんまあそんなところで育ったもんですからうん雰囲気はよくわかっているわけです。伊藤騒がしゅうよしとよ行うありうお祈りの次第体操声高に夜一晩徹夜でお勤めを申し上げる。 ですから神仏にこんなふうに参拝してそして自分の一番心に願っていることをどうぞ。 発生させてくださいませって祈ることも、同時に、あの。そんなにこう切羽詰まった、なんかせせっこましいことではないのですね。これは、あの。やっぱり今から。二十年ぐらい前。あの。 日本の最北端恐れ山のちょうどあの人々が集まってきてそして亡、えー、くした身寄りの者の,の魂をこういた子に呼び出してもらってそして、えー、そのいた子の口を通して、えー、亡き人と話を交わす。 夏の特定の日がありますけれどもそこを訪ねていってそしてそういう場を、まあ、見学した時の私の体験でもそうでしたつまりなんかあのテレビやなんかでそういう場面がこうちょっと放映せられるのを見ているとなんとなく陰酸な感じがしてじめじめと。 心の暗くなっていくような感じがしていたんですけどもあそこへ行ってそしてあのそういう人たちと一晩時を同じく過ごして恐山、えー、の,のそばの温泉に泊まってその夜温泉に入ったりお酒を飲んだりそしてみんな歌を歌ったりして溶け合っているその仲間入りをして感じたことは決してあのインサンというよりはむしろあの 非常に深い喜びなんですね。うん、幼くして死なせた子どもの魂とかあるいは戦争で亡くした息子の魂、うん、それはあのその場ではもうわんわん涙をもう流してこう嘆きますよ。うん、いやー暗い冷たいところに今いる。 とかいうううにしてこう魂が言うわけですそうするともうたまらなくなってそのプロプロ涙を流してこう泣くわけですけれどもしかしそれからあとなんかカラッとした感じになってそしてそばの温泉宿でこうみんな体験を話し合いながらお酒飲んだり歌歌ったり踊ったりするんですね。う そしてその明くるい日になるとカラッとしたあの明るい顔になって新しい生活にこう入っていく、うん、その一番こう魂と語り合っているところなんかをこうだけを見るとなんと陰惨なと、うん、いうふうな感じがしますけれどもそれは全体のこう家庭の中の一番、うん、魂とこう合う切ないところで。 えー、そこを通って後に心に開けてくるあるこう充足感と安堵感というふうなもの、えー、それがあるからまたあ,ああいうところがいつまでもいつまでもそんなにあの特定の大きな競技というふうなものを与えてくれる人がないんですけれども続いていってる。い子が 来てくれればそのいたこにお金を払ってそして亡く人と合わせてくれるそのことに非常に深いこう魂の憩いを感じているそういうことをなんか不透明なとか近代的でないとか言ってみてもどうにもならない非常に長い間我々の心の底に。 そういういことに触れてそして何にも変え難い大きな安堵感、うん、あるいは新しいこの生きるための情熱というふうなものを得ていった人々の数限りなくあるそしてその年代が非常に長い年代を経てきているわけなんですね。うん、それをちょっとしたこう我々の知識やあるいは 我々の新ししく持った価値観だけで批判してももどうになならないむしろそういうもの我々の得た知識や新しい価値観では充足できないものがあそこに延々としてこう生きて伝えられてきているんだという感じを深くするわけですけれどもうんこういう物語も物語としてなかなかあの 効果的な場面ですし、えー、細やかなこう心の動きが伝わってくるわけですが、同時にその奥に、やはりは日本人の持ってきた、えー、神、仏の深い信頼の心、あるいは感謝の心、あるいは熱い願いの心というふうなものが息づいているわけですね。うん、そういういものをななんとなく 理由もなく失ってしまった僕たちのへのこう反省みたいなものもどっかからこうふつふつと湧いてくるような感じがするやはりあの,物語の持っていいる力だと思います神話からずっと続いてきている物語の力っていうものがうこういう物語の言葉をたどっていると 湧いてくるわけですね